重要なお知らせです。はい、どうもこんにちは、ツナカンです。今回もハンガーゲームズやっていきたいと思います。はい、で今回のマップはサバイバルキングダム。はい、動画で撮るのは新しいマップです。ここは真ん中にチェストがめっちゃあるので、まあね、めっちゃ取れます。やばい、石剣持ってる。 OK。 で、まあこのマップは石剣正直スタートでゲットしたら結構無双できるところなんですけど、おう、先に行かれた。で、ここは特にルートとか決めてないですね。まあ理由は、まあルートなくてもそれなりに装備とか揃うんで、はい、やってます。おう、マイガー、強い装備の人がいますね。逃げましょう。あー、ここ逃げれないパターンですね。まあ大事なお知らせというのはですね、はい、まあ MCSG の方っていうか実況動画を一時期引退させていただきます。一時期って言っても、まあ本当今日、まあアップロード日3月1日、まあ、今撮ってるのは2月28なんですけど、まあ、アップロードするときは多分日付が変わってると思うんですけど、お、ラージチェスト、レアチェストだったらよかったのにって感じですね。あー、ここなんかある。OK。まあまあなんでちょっと実験がもうあと2週間したらやってくるので、一時期引退させていただきます。OK。 やばい、装備が弱すぎですね。これちょっと革のなんかでもいいので集めに行きましょう。これじゃあ前回動画で撮ったようなね、ネイキッドと一緒な感じですね。と言いつつ敵がいると倒しに行きたくなる、この今スランプの原因多分これですね。まあとりあえず突っていきたい派なんで。おお、え、この人武器持ってる、最悪。オーマイガー、危な、最悪最悪、めっちゃいる。逃げましょう逃げましょう。なんでこっちに来る、来るな。当たらない、やばい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 ですね。ディフェンスブリッジが使えなくなりました。グリッジですね、はい、すいません、が使えなくなりました。まあね、こういうバグが使えないのはまあちょっと悲しいですけど、まあ仕方ないですね。このオプティファイの人粘着してくるな。 OK、 これは勝てる。こんな人に勝ってもそこまで嬉しくないですけど、 OK。 ではね、漁夫乗り狙っていきましょう。ちょっとこの装備だとさすがにね、普通に戦って勝てるような相手ではないんで、あれは。まあ漁夫乗り狙いましょう。あの装備を欲しいですね。まあ焦らずに戦いやってるところで、 OK、 やった、漁夫乗り成功ですね。 OK。 では、鉄拳じゃない、石剣に持ち替えて、で、ガードするとほとんど食らわないです。まあある方の動画見てれば分かると思うんですけど、これは。おお、もう一人いる。あ、さっきの人か。まあこの人狙いましょう、とりあえず。あ、ウィンスブリッグリッジ使おうとしてるけど、残念ながらね、今使えないんですよね。当たった。後ろ来てるパターンで、新しい火打ち石のかけ方を教えたいと思います。
やばいやばいやばい、来てる来てる。おう。まあこれはね、ちょっとまあある有名な方がやっちゃってるみたいなんで、まあ、できないんですけど、まあ後で。オッケー。よっしゃー。はい、まあ今日のりでこんな装備になれるのはいいんですけど、あんまり人には好かれないので、こういう行為、まあ、あんまりおすすめしないです。ちなみにさっきまではずっと漁夫乗りで死んでます。7連敗か8連敗はしましたね、漁夫乗りで。はい、なんであんま自分もね、やるのもあんま嬉しいけど嬉しくないんですけど。あれ、ここはまさかの、あ、閉まるパターンではないみたいですね。あー、くそ、この家めっちゃボタンが。あと判断ミスとか、まあ、自分の弱いところですね。で、本当もう受験終わったらすぐに帰ってくるので、ちょっと本当にね、何回も言ってることですけど、はい、頑張ります。ちょっと、ね、今自分の点数はちょっと自分の行きたい高校の、まあ、点数に合ってないんですよ、まだ。ちょっとやばいんですけど。はい、なんでちょっとね、もうそろ真面目に勉強した方がいいかなって、まあ今更なんですけど思ってるので、はい、ではデスマッチ頑張りましょう。よいしょ。最近ね、火打ち石にかけるのめっちゃ苦手になりましたね。じゃあできれば、最後じゃない、このデスマッチで、まあまあ自分の友達でケチャティアって人が作ったんですけど、まあ、実質その技はもうね、ある有名な方で知られちゃったみたいなんですけど、まあ、なんで紹介したしときたいと思います。はい、できるかな。まあこのマップなんで結構やりやすいとは思うんですけど、はい、まあね、あら、お、 1v1 いいっすね。あー、装備結構強いけど、まあ多分装備差はないと思うので、これは頑張りましょう。おー、うまい。あ、この人うまいパターンですね。やばい。え、何この人、やばいやばい、当て方が。え、ハッフハッフハッフ。あれ、あの人どっか、あ、装備差ありますね。でもこのガードされてると実質本当に全然食らわないんで、 OK、 もっと釣りましょう。 OK、 お、アンカー当ててきませんね。お、オーマイガー。 OK、 あー、この人金輪が持ってますね。あー、くそ、逃げられた。うまいですね、この人、多分結構。ちょっと、うまいので。難しい。ちょっと、ほんと強いですね、結構。え、ま、おー、ラッキー。勝てるかも。よし、優勝です。ふぅ。はい、で、新しい風中士っていうのは、あー、今ミスったんですけど、まあこういう火打ち石です。まあジャンプした瞬間に後ろにかけるんですよ。そうするとまあ自分には火はかからない、まあ練習しないと自分にかかっちゃうんですけど、まあそれでやることはできます。なのでぜひ皆さんもね、まあ使ってみてください。では今回はまあお知らせ動画プラス MCSG の実況でした。はい、ではね、しばらく2週間ぐらい動画更新が遅れちゃうと思うんですけど、はい、ではしばらく、まあ待っててください。それではさようならー。